坂木原正峰は、江戸時代中期の旗本、大名、春間姫路藩の第三代藩主、坂木原家宗家の八代当主、姫路藩歴代藩主居城姫路城、聖徳三年、旗本戦国の坂木原勝次の次男として生まれる。はじめ父の異名により、坂木原しゆかりの大須家政を称して、大須賀高種と名乗った。しかし家督を継いでいた兄、 勝久の死去を受け、教法16年12月27日に、兄の養子として、家督を継ぎ、坂木原正る臣と称した。教法17年8月23日、今度は、本家の姫路藩主、坂木原正介の末期養子となって、8月29日の正介の死去により、10月13日に宗家を継承することとなった。正峰は、将軍、 徳川義宗が出した倹約令を無視して、税を尽くし、奇抜な服装で江戸城大手門を警備し、吉原で派手に遊興にふけった。官方元年春には新吉原の三浦屋の名義、高尾太夫を1800両で見受けするなど、写紙を好んだ。さらに、高尾のために豪勢な主演を開き、その費用は3000両を超えたと言われている。これは、終わり藩主。 徳川宗春の乱行同様、教法の改革に対する抵抗とみなされ、吉宗の怒りを買った。吉宗は正峰に大衆漢方元年10月に出布を、明治、老中、松平のりさとにより、正峰の乱行の調査が行われた。吉峰自身は改役の考えさえあったようであるが、重臣の尾崎富江門による懸命な弁明により、10月13日に、正峰は吉峰より、 強制隠居の上で撤居を命じられ、家徳は、嫡男の聖順が継ぐことを許されたものの、越後高田に懲罰的な天保を命じられた。越後高田城三重櫓越後高田藩主、坂木原家を祀る坂木神社正峰は、処罰を受けたことが答えたのか、官報を2年に高田藩に移ってからは、この聖順の貢献人として、藩政の再建に努めた。高田藩では、 歴代藩主の釈材にあふれて財政が苦しかったが、正さには率先して、倹約に励み、日田五百町部の開墾や、灌え工事を行い、さらに生活区の多い農民を助けるために竹財区の講習会を開いて、副業を奨励するなど、政務に励んだ。官方3年2月19日に死去した。去年31。ありがとうございます。